酒すってに飯が美味しくてでしょ。それで普通は海外酒で夜飯だけなんだけど、もうさばけないって、ね、夜飯だけだから。そうするとね、朝もして、ね、昼もって、ね、飯、そんな飯ばっかりだった。あ、そうなんですか。恥ずかしいのはさ、その飯に誘われるときに、はい、ホテルに車が来るんだけど、リムジン車で来るんだよ。で、普通以外でさ、なんでこんなホテルにリムジン車が来るのかって、そんな感じになるんだよ。まあでもなんかちょっと、異常だよ。お前、異常でしたよ。そういうのはありましたね。昔の30年以上、昔の公職制もない、公務員倫理法もない時代でしたけどね。今やったらそれはアウトだね。そうですよね。あ、そんな接待尽くしになったね、その時はね。だってその方がね、だったら、なんか、役所でもね、はい、夜になると、はい、その暮らしは文科省内で坂があるんだからね、はい、そこの坂にね、タクシーがずーっと並んでて、あーずーっと並んで、そのタクシーを、で、いつでもいいですからって、そのタクシーは、はい、仕事終わってから文科省のやつを接待する、はい、そのためにあって、もうずーっと並んでんだよね。それで、そこのタクシーに乗って、向こう島とかね、はい、そういうとこ行ってたもんね。へー、そういう時代だったから、そうすると海外だともっと目が届かないから、大変でした。悪いことする人もいたってことですか。いたんじゃないの。いたんじゃないの。そうなんです。そういう時代ですよね。変わったら時代とのに変わってますけど、でも海外行ったら結構ね、まあ緩くなるよね、一般的に。あ、まあ、だからこれまでね、この岸田さんのやつもね、ちょっと緩くかったんじゃないかね。まあ、正若いですね。それは若くて税務署がなるから、余計こういうターゲットになって。で、ただ単にカバン持ちで、いや、お金買ってますって言って、あれ行けば何の問題もなかったと思うよ。そんなことしちゃったんでしょうね。税務署管にしちゃったのは分かんないね。だからそれは税務署管にしなければどうってことない話。そうです、うん、皆さんの質問をお待ちしております。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。こういう手もある、うん、どうもこんにちは、毛利です。僕の自宅はこの古民家なんですけど、ソーラーパネルで電力を自給しています。先月分の電気代の請求はこんな感じ、773円。もともと毎月4、5000円ぐらい電気代払っていたので、まあ、月に3、4000円ぐらいは節約になっている感じです。蓄電池には日産リーフのバッテリーを使用しています。リーフのバッテリー、このシステムの要となるのはこちらのハイブリッドインバーターです。これがね、とにかくすごい。何がすごいかって、蓄電池の電力が不足したら勝手に電力会社の電気に切り替えてくれます。停電することもないし、オフグリッドやってる感覚っていうのは全然ないですね。今回は我が家のオフグリッドシステムを紹介するんですが、実は DIY でこのシステムを作ったわけではなくて、プロに依頼しました。ファーマーズ DIY という YouTube チャンネルを運営している川辺さんにオフグリッドシステムの制作を依頼しました。川辺さんのチャンネルでもリーフ蓄電池のオフグリッドシステムの解説をされているので、ぜひそちらもご覧ください。はい、では。
システムを一つ一つ解説していきます。まずはソーラーパネルから。スペックとしては 2.7kW の発電量です。8万円で購入しました。ご覧の通りベタ置きで置いてます。ソーラーパネルの発電量を最大化するのは真南向き30度傾斜というのがベストなんだそうです。ベタ置きの場合は 10% ほど発電量が起きるそうです。まあでも 10% のために単管積んで課題作るのも結構コストかかるじゃないですか。割に合わないと判断しました。逆にたった 10% の犠牲で草刈りの面積が減るので、むしろベタ置き最強じゃねえと思ってます。確かとはいえ大変なこともあるわけで、あ消しに埋もれたらね、消えちゃわないので勝手に押していかないんですよ。激下ろしが大変、うん、あとどうしてもね、くぼんだ部分が出てくるんですけど、そこに水が溜まって汚れが溜まって発電量が落ちます、うん、パネルとパネルの隙間から生えてくる草も発電量を地味に落としてきます。猫ちゃんたちもね、元気よく発電を阻害してくれます。という感じでデメリットも結構あるんですけど、まあ、総合的に考えて、とりあえず今はベタ置きがベタと判断して、とりあえずこのまま行ってみようかなという感じです。次にリーフバッテリーについて解説します。リーフの元々の蓄電容量は 24kWh なんですけど、それを 17kWh に落として使用してます。何で落とすかというと、17.76kWh 以上の容量になると、消防に設置届を提出しなければならないからです。このほか火災予防条例の適用などがあるので、結構面倒なんです。先人が残してくれた教訓は、ありがたく活用させていただきます。さて、オフグリッド用の蓄電池といえば、鉛バッテリーを使用するというのは主流でした。リチウムイオンバッテリーは長寿命なんですが、価格が鉛バッテリーの10倍ぐらいするんで、バッテリー代が100万円みたいな、ちょっと庶民には手を出せない世界ですよね。そんな中で人気なのが日産リーフの中古バッテリー。中古バッテリー？リチウム蓄電池の相場をはるかに下回る値段で流通しています。16万5000円。オフグリッドで使用するには自分で組み直したり知識が必要なんですが、その手間を考えても価格的なメリットはめちゃめちゃ大きいですよね。激安価格崩壊と叫ばれたテスラ蓄電池と比べても、リーフの中古バッテリーの相場はバグってますよね。この動画の後値上がりしちゃったらごめんなさい。で、僕の場合なんですけど、友人の10年落ちリーフを10万円で購入させていただきました。車として使えるうちは使って、乗り潰したら解体してバッテリーだけ取り出して電力蓄電用に使おうと考えてました。しかし妻がリーフちょっと体質的に全然合わなくてですね、購入して1ヶ月経たないうちに解体を決意したんです。というようないきさつを Facebook でシェアしたところ、そのリーフください、僕のリーフ蓄電池単体と交換しましょうっていう人が現れて、いやめっちゃいいやんってなって、僕のリーフは広島に嫁ぐことになりました。こうして僕の手元にはリーフのバッテリーのみが残りました。かかった費用は最初の10万円だけです。いやかなりラッキーだったんじゃないかなと思います。さて、このバッテリーを電力自給用に使うためには組み直す必要があります。7枚のバッテリーを直列で1人にまとめます。この7枚のユニット14セルあるんですけど、14セルをそれぞれバッテリーマネジメントシステムにつなぎます。いきなりよくわかんない言葉を出したので、わあもう無理ってなったと思うんですけど、大丈夫です。僕もよくわかってません。まあこのような働きがあるみたいなんですけど、セル電圧の均等化っていうのはすごく重要みたいです。セルの電圧がばらついてないかなっていうのはスマホのアプリでチェックすることができます。めっちゃハイテクですよね。まあ僕も 100% 完璧には理解できてないですが、
とにかくバッテリーマネジメントシステムっていうのは必須なアイテムらしいです。それぞれのユニットのプラス同士、マイナス同士をまとめるんですが、これを分電盤にまとめて美しく仕上げるっていうのが川辺さん方式です。分電盤の中身はこのようになっていて、右側がブレーカー、左側がショットキーダイオードになっています。はい、また謎の言葉が出てきました。僕も全然理解してないので解説が間違ってるかもしれないんですが、ざっくり解説します。今回それぞれのユニットを並列で接続しているんですが、充電電圧にばらつきが出ることがあるそうです。例えば A ユニットが 56V、 B ユニットが 55V、 C ユニットが 54V みたいな感じ。電圧が高い方から低い方へ電流が流れてしまうので、この場合ユニット A からユニット B、C、 あるいはユニット B から C というような方向に電流が流れてしまいます。このユニット間の電流っていうのがバッテリーを傷める大きな原因になるらしくて、ショットキーダイオードはこれらの電流の動きを止める働きをするようです。このショットキーダイオードっていうのは既製品として販売されているわけではないらしく、今回川辺さんにこのショットキーダイオードの製作もお願いしました。川辺さんのチャンネルで改めてこのリチウムイオンオフグリッドっていうのを解説するそうなので、自作したい方はぜひ川辺さんのチャンネル登録してお待ちください。はい、最後にハイブリッドインバーターの解説をします。電力自給において絶対に揃えるべき4つの神器っていうのがありまして、まずバッテリー、そしてソーラーパネル、それから過充電・過放電を制御するためのチャージコントローラー、バッテリーに溜まった直流の電力を交流 100V に変換するためのインバーター、これらのうちインバーターとチャージコントローラーを一緒にしたものがハイブリッドインバーターです。でさらに AC 電源切り替え機、この機能が備わったものを我が家では導入しました。アリエクスプレスで75,000円ぐらいで販売されているやつです。最大入力電圧は 500V なので、ソーラーパネルは全て直列でつなぐことができました。最大出力は 5000W です。我が家は 20A 契約なのでかなり余裕があります。ハイブリッドインバーターの配線はこんな感じです。ハイブリッドインバーターの制御範囲は自分でカスタマイズできます。僕は電圧の上限を 56.8V、 下限を 49.6V に設定しました。どういうことかというと、蓄電池の電圧が 56.8V に達したらソーラー充電をシャットオフ、 49.6V を下回ったら AC 電源に切り替えみたいな感じで、範囲を結構狭く絞っています。できるだけバッテリーの寿命を伸ばしたいので、あんまりバッテリーを酷使しない範囲で電気を取り出しています。バッテリーの電気が少なくなったら勝手に AC 電源に切り替えてくれるので、停電することもなく不自由を感じたことはありません。大雪が続いた日にちょっとトラブルありましたけど、それ以外は全然何も問題ないです。ちなみに大雪が続いた日、システム維持の電力さえ失ってしまって、それで停電してしまったということがありました。システムダウンした時に勝手に AC 電源に切り替えてくれないんですよね。ちょっとそこはびっくり。お電気来た。おめでとうございます。さて、気になるお値段といいますか、かかった費用なんですけれども、ご覧の通り合計52万円ぐらいになったかなと思います。冒頭でもお話ししたように月に 3,4,000円ぐらいの節約効果なので、年間4万円として13年で回収できるかなという計算です。まあ、今後電気代確実に上がってくるので、多分回収はもっと早くなると勝手に思ってます。5000円なんかありえないでしょ。まあ、ここ田舎の元々は安い古民家だ。
万とか結果1万何でいいかって全然すぐ返しました。何やって1200万とか、iPhone のバッテリーが安い。太陽光を乗っけて契約して、今回は山小屋にエアコンつけてるのが問題。リーフのバッテリーつなげられるの？違う、リーフを買うんだよ、中古車で安いの。今、諸経費も含めて20何万ぐらいで売ってるっけ、リーフの。買って初期型車として活用しつつ、車も使えるし、蓄電池としても使えるってこと？そう。あ、それ一番一石二鳥じゃん。だから今回そのソーラーパネル、ただし助成金出ないけど、助成金出ないけど、パネルだけで済むってこと？違う。パネルとあともう一つ。あ、パワー？うん。その自動車に電気を貯めるのと、あと貯めてから家で使うように、あの流すやつ、家に給電するっていうやっぱりシステムがある。さっき自作してたけど、あれは市販であるの、うん、あ、市販であるの。ただそれって100万ぐらいするの。え、そんなでもそれは半分助成金が出る国、あ、そうなの、ね、経済産業省。それのみでね。それのみ。それのみで。じゃあ50万ぐらいなの？そう。だって、でも工賃があるから、大体30万ぐらいかかると言ってるから、工賃も助成金があって、それも半額ぐらい出るから、だから60万とか70万ぐらい。で、その装置を買えるわけ。でもうリーフは、車として買うとして、もう中古で30万ぐらいのやつを買う。ただ通常はもう家の蓄電池として使って、うん、でどっかもう土曜とか日曜とか近所に行かないといけないっていうことがあれば車を使う。どういう考え方なの？うん、やっぱ今それを調べて、試算してみないと分かんないね。今それを調べて、でループではそれは納品してないんですから、そのシステムは。ああ、やっぱ別の業者に頼まないと、うん、そう、それは、うん、でもパネルはやっぱりリーフが安い気がする、かなり。リーフ、あ、ループ？ループのパネル。ソーラーパネル。色々見てるけど。このリーフが一番いいの？この電気の蓄電としてる。まあ、リーフが一番いいね。まあ、他にもいろいろ電気自動車あるけど、リーフが一番。どうもこんにちは、毛利です。僕の自宅はその古民家なんです。ソーラーパネル。ミクって小型自動車だっけ？いや、普通の、あの小さいタイプ。
しました。で、その冷たいところから説明していくんですね。まあ、とりあえずそのソーラーパネルからこの蓄電池に入ったものが家の方に送るためには、この、まあ、ハイブリッドインバーターっていうのをうーんって言ったやつ、このハイブリッドインバーターってやつがその、まあ、コントロールをねしてくれてるわけなんですけど、まあ、例えば、ソーラーは DC 直流で発電して、まあ、家は交流が必要なのでその AC に変換とかはこいつがしてくれますし、まあ、いろんなコントロールをしてくれてます。これね、こう前回っていうか前にこの課題ですね、ソーラーパネルを支えるための下のアングルの鉄筋で作った課題を作ったとっていう動画をあげましたけど、まあ、なぜその、まあ、ソーラーパネルがこれまあできましたと、まあ、これ 3kW 分のパネルなんですけど、まあ、こっちが 4kW 分のパネルで、こっちはもう前からこう設置して4台に売電してたわけですね。まあ、今もしてるんですけどね。で、まあ、こっちも今も継続的に 4kW は今発電してるのは売電、むしろこっちは売電専門になりまして、一切この電気はもう使わなくなって、こっちの 3kW で昼間発電しながら使う、で余った分は蓄電池に貯めるんで、蓄電池から夜は家の方に供給してオフグリッドはこっちでできてるわけですね。で、もしですね雨が降って発電が弱くなる、発電しなくなるっていうことになると、まあ、こっちの 4kW の方につなげば、まあ、こっちは系統連結って言いまして四国電力がつながっているので、まあ、この発電力が弱くなったとしても電力から電気を買うこともできるんですね。でも現実はですね、曇りとか雨でもすごい弱くなるんですけど、だいぶじわじわゆっくりとは発電するので、ゆっくり発電するのをこれから家の方につなげれば電力から買わなくても、例えば 0.4kW とかで、ね、小さい発電量になったとしても十分うちの家の電気っていうのは賄えるぐらいにはなってますね。で、今日みたいに天気良いと、もうこっちはもう完全に切り離して売電に回して、こっちだけで生活ができるようになってますね。で、夜はもちろんこの発電したものを貯めてたもので十分、夜そ蓄電池から取り出して夜の電気も賄える。で、次の朝少々バッテリーが減っててもまた朝日が上がると同時にバッテリーどんどん溜まっていくので、まあ、そういうルーティンでいけてますね。で、右ので充電して賄えてて、まずこっちが、四国電力の雨の日は左の方で皆さんの家庭にもある、まあ、メーターですよね。で、こっちが売電してるソーラーパネル 4kW 分の方のメーターで、今ちょっと夕方でね 0.48kW、 4kW とはいえマックスでピーカンで発電しても、まあ、3kW ちょいぐらいしか発電しないんですけど、まあ、このうちの今 0.47 で、まあ、全然 0.47 なんかではあのまだまだ売電してますね。で、まあ、最も今家で消費してる、まあ、冷蔵庫だとか電気使ってるものはこの3キロの方のパネルが発電したものをあのリーフのバッテリーの方に入って、リーフのバッテリーから来たものが、まあ、ここに入るんですけど、まあ、リーフのバッテリーから 200V 出力で出てくるものが、まあ、これダウントランスって言って 100V に、まあ、高圧するわけですね。で、その 100V の電気がまあここへ入って、まあ、ここから家の方に来ると、まあ、結局この切り替えスイッチで4キロの方のパネルと系統連携の方の電気につなぐか、上の方のにすると3キロの方のパネルから蓄電池の方から家につなぐかの、まあ、その切り替えなわけですね。細かいこと言うと、まあ、こう2個あるのはこっちが家の方でこっちが作業場の方ですね。作業場の方で、まあ、溶接機みたいに大電流を使うとですね、まあ、こっちの電気が足りなくなるので、そういう時は、まあ、系統の方から使うとか、まあ、そういうふうに使い分けをしてますね。でね、これ室内に、まあ、これコントローラー、リーフのバッテリー室からランケーブルでこいつに繋がってまして、でここからさらにこのロータスに繋がってるっていうことで、でね、この一番左の六角形がソーラーパネルです、まあ、発電してますよっていうことで、もうちょっと今夕方でこれ点滅してますけど、その下が DC-DC っていう直列でこのソーラーパネルからの電気が来てますよ。でも切れつつあるんですよね。でその今点滅してるやつの上のこのバッテリーマークがリーフの蓄電池ですね。で、そのリーフの蓄電池から今度は DCAC 直流から交流に変えて、こっちの家ですね、このコンセントマーク。なので昼間はソーラーパネルから直流で、もう直に電源の方まで来るラインがある。
これがね、このウォッチパワーっていう、これ、DF のハイブリッドインバーターっていう管理するためのソフトですね。で、パソコンに入れても、このパソコン常につけっぱなしにしてるんですけど、で、ここ、まだギリギリでソーラーパネルからインプットがこれ、来てますけど、もうほぼ、もうちょっとしたらこの来てる様子もなくなって、この蓄電池からインバーターが家の方に取り出して給電するっていう様子だけになりますね。で、今ここがね、まだ PV インプットボルテージ 120V っていうのは、ソーラーパネルが発電してるんですけど、電流は実際これ、インプットキュレートがゼロなので、アンペア数としては来てないわけですね。なので、パワーも 0W と。で、このバッテリーボルテージが DIF のバッテリーで 56V。これ、最大 57.4 でもリミットかけて、このインバーターの管理によって、それ以上過充電しないように設定してますね。で、今のバッテリーキャパシティが 78%。で、こっちがですね、チャージングキュレートも今ないので、で、バッテリーディスチャージキュレート、これが 8A 出力してますよ。で、219.6V、これもアウトプットですね、してますよ。で、60Hz でアウトプットして、で、この 500VA っていうので、実際消費電力直すと 390W 今使っていると。アクティブパワーですね、アウトプットアクティブパワーがこの 350Hz なので、まあ、今はそうですね、冷蔵庫が回って、で、色ポンプが回ったりすると、これが700-800にバッと一瞬増えるんですけど、まだ色ポンプは一瞬しか回らないので、バッと戻ったり、夜もそうですね、照明つけたり、何やかにしても、まあ、500までは多分使う、大事な色ポンプ回って、2000とかいってますね。モーターとかね、最初回るときに突入電力って、最初にすっごい深くかかるので、一瞬今みたいにすっごいかかるんですけど、まだすぐこういうふうに戻りますね。何しろ常にこれをちょくちょく見てはですね、今の残りのバッテリーの量がどのぐらいかとか、今の時間帯だったら明日の朝まで何時間、明日の朝天気予報を見て予想だったら明日の朝まで少々減ってもまた朝これを作ったらね、今4月ですけどもう6時台からっていう入力がどんどん入ってくるので、またこの減ったバッテリーがどんどん回復してくるっていうことになるので、まあ、それは季節によっても天気によっても変わってくるの で雨でね、あんまり発電が期待できないのにもう発電が少ないっていうことになると、今このユーティリティっていうのが点滅して機能してないんですけど、まあ、ここがうちはディーゼル発電機の廃油発電機がありますので、この天ぷら油をディーゼル発電機に入れて回せば、ここですね、この AC ボルテージ、ここが外部入力での電源になるので、ここから 200V で入力すると、まだこっちのスリーフのバッテリーにたまるということになるんですね。これはですね、200V のコンセントで、まあ、電気自動車にここから充電できると、今まではこれも系統連携の四国電力の電池と 4kW のソーラーパネル。このミックスの電気が出てるんです、要は 4kW のパネルがガンガンに昼間にマックスで発電すると 3.7kW ですので、 EV の充電入力で 3kW に発電だけで、この 4kW がマックスで回ってると 4kW の電気で賄えるんですけど、ちょっとでもそっちが出ると四国電力を使うので、今はこの電気を 3kW のパネルと EV のバッテリーからの電気を変えました。で、ちょっと充電してみます。
少は今まだソーラーもこれ発電して電池多少充電してますよ。でもこっちの発電機から発電機は AC なので、この AC 交流から直流に変えてバッテリーに今コインバーターが作ってですね止めてますよ。なのでこのバイパスと蓄電っていうのを今同時にやってるわけですね。でさっきねこれ点滅して機能してなかったこのユーティリティっていうこいつがこれが回り出したことで、ここからインバーターに電気が送られて、電池にも入ってますよっていうことですね。まあ、ソーラーも若干作動してるので、でさっきゼロだったこの AC ボルテージ、これが発電機からの電力ですね。これが200ボルトで、60ヘルツで入ってきてますよっていうことですね。でもうほぼ今あれですね、このバッテリーボルテージ57ボルトで、キャパシティ95まで来たので、まあ、今夕方の5時過ぎですかね、まあ、この時間でこれだったらもう全然明日の朝までちょっと余裕持って進めますね。はい、というわけでね、まあ、リーフのバッテリー解体から蓄電池の配線、家との接続、でソーラーパネルの設置、インバーターとああいう家の中にねパソコンで見れるようにして、でなおかつ足りない時には発電機でしかも燃料廃油で電気も起こせるというね、もう何しろまあね、今の今回ね、それはコロナウイルスっていうのは別に電気とかエネルギーには全く関係ないですけど、本当いろんな、まあ、災害とかそういうのが起こっても、まあ、盤石のシステムができたと、まあ、そもそもね災害とか起こらなくてもこういう、まあ、太陽のエネルギーはタダなので、もうそこタダのエネルギーを存分に使えるっていうのはもう最高ですね。まあ、前までもう 4kW のこのソーラーは電力に売電はしてましたけど、やっぱり初めてですねこうやって今のバッテリーの残量がこんだけなんだとかね、今使ってる電気ってこんだけなんだとか、明日の朝までこれでいけるかとか、雨が降った時にはうわもうちょいこれ足りなくなってきたら発電機回して充電しようかとか、この家の電気のコントロール今いくら使っててどんだけ余っててどうなってるとか、この把握を自分がしたことできるようになったことっていうのが、まあ、すごい意識が変わったっていうのも大きいなと思うんですよね。やっぱりそういう自分で把握してこそ初めて、あ、やっぱ無駄なものは節電しようっていう意識にもなるし、無責任にほっといてなんか誰かがやってくれてるっていう意識が、こういう電気だけじゃなくてですね、こう家のことだとかエネルギーのことだとか全てをよく真剣に考えないっていうことになるので、本当にこういうちゃんと自分で全てのどんだけ発電しててどんだけ使っててっていうこういうのを把握するっていうのはすごい大事なことだと思いますね、今回やってみて。で、まあ、もちろんまだ改善点っていうのはまあないことはないんですけど、まあ、例えば今これこんなストーンヘンジみたいなの作りましたけど、まあ、これは結局直射日光がこいつに当たらなくするために、かつての動画でねリチウムイオンはこうなるから危ないぞとかっていう書き込みもあったりしたので、まあ、これ日よけとして、まあ、ただね不燃物で作らないといけないっていうのと、まあ、どうせだったらおもろい方がいいじゃんっていうことで、このでかい石をボンと持ってきて、まあ、また後でこれも作ってる過程で動画にしたいと思いますけど、でこれでメッシュでもねこの周りにメッシュをこう這わせて、まあ、ヘチマとかゴーヤとか、まあ、なんかそういうのでグリーンカーテンでもしようかなとか思ってますね。まあ、あと換気扇もしようかな、換気扇まだつけてないんですけどまあそういうのもやろうかなと思ってたり、まあ、若干そうですね、まあ3キロの方がもうちょい増やしてもいいかなっていう気持ちはあるので、まあね、できなくなるのでこいつが、まあ、そうなると、まあ、今までまあ、全然やばね、いろいろあるんで楽しむ、これがもうね、本当最高の廃材天国だ。まではなくていいんだけど、発電までしてたの完全に自給になっていいんだけど、雨の日とか足りないときは、まあ、それはもう東電から買えば、あの方はもう趣味も兼ねて好きなんだよね、多分そこか、まあ、実際できますよって話になる、今現在あと田舎だとああいうことがより活躍できる現実です。はい、こんにちは、テレビです。みんな似たような人、前回ね、似たよ、
ソーラーで直流で発電したものを、まあ、チャージコントローラーとかインバーターとかいろんな、これシステム組んで作ってくれる人をやってみたいんだけど、その YouTube って いるみたいじゃん、なんか YouTube さっき言ってたまで来てくれるかどうか知らない、リーフってあれ、劣化って書いてある、蓄熱しすぎって書いてある、皆さんこんにちは、たきおです、どうもご無沙汰しております。前の YouTube から約1年ぶりの、アップになります、ね、動画でアップしましたけど、この CK モーターズCQ モータースっていう会社から出てきて、ここにも、まあ、前の動画のやつは50アンペアだったんですけど、今回は105アンペアつって、大体130キロぐらい走る、うちのメモカーです。で、こういうのに例えば搭載したりだとか、落としたのがすごくない、使いつつ充電されて、でもなんか免許いらないの、電気なんじゃない、消費側も電気出ない範囲で電気工事する場合は電気工事士を取らないとかありまして、そちらを経由してオーダーをいただく形でこれまで最低限は理想だね、ダウンライトですら免許必要だってさ、じゃなくてもあるじゃん、日産の電気自動車まだ高いんですよ、日産が十何年前出すから、もうそろそろ廃車、リーフが古いのか、廃車になるから激安じゃん、
電池からつなげられないの。100万の装置を持ちたいかな。100万の装置、パネルのこと。ああ、さっきのあのつなげるやつね。まあそうなんだけど、なんかここまでいろいろできると別の方法があるのかなって聞いただけ。いろんなことできちゃってるから、やれてるっていう今現状にあります。そうそう、だからループさんでできないこともできるんじゃないかなと思ったんだ。だからバランスが悪いんだよね。溜めれないのにパネルが多いみたいな。だからパネル少なくして蓄電池にお金かけた方がいいんじゃないの。あ、だからリーフでもなんでもそっちの容量がにバランスが、パネルが余っちゃうわけでしょ、電力暮らしても。まあ、売電するっていうことなのかもしれない。売電価格が低いからね。まあ、バランスでの量は適度な。古い技術が一番効率がいい。だからみんなそう考えてる。うん、わかる。パネルの枚数も考えた方がいいね。もうちょっと金額も取れるのか、助成金使わなくても。で、後から買い足してもいいわけですね。買い足せるでしょ。そうか、どういうこと。すぐそうじゃないことが言うけど、みんなコストかけずにやってんじゃん。バランスが合えばいいよ。バランスが合えその前にコントローラーみたいなやつね、つなげるやつも高いよね。EV で充電できることはもちろん、EV の
うために必要な設備です。で今回は V2H の中でもシェア1位のミチコン EV パワーステーションをベースに V2H の基本機能で V2H で何ができるのか、どうやって投資するのか、その仕組みを順番に紹介いたします。でそもそも V2H って何よくわからないという方はぜひ最後までご視聴ください。ユニバースチャンネルでは V2H に関する情報だけではなく、太陽光発電、蓄電池、エコフィルトなどのオール電化製品と一緒に持つ、とっても嬉しいです。質問を受け付けて、今電力会社から供給される電力や太陽光発電した電力を EV に充電することと、EV に貯めた電力をおうちに購入使用することです。特にミチコン EV パワーステーションは普通充電と比べて充電速度が最大2倍になります。じゃあそもそもなぜ EV の電気をお家で使うのに V2H が必要なのかというと、お家で使っている電気が交流なのに対して EV にある電気は直流で、交流と直流を変換する必要があるからです。で特にお家の全電力を賄えるほど大きな電気を変換するために V2H が必要となります。で V2H があることでお家と EV 間の電気の往復が簡単になります。で太陽光発電の導入されている方は、パワーコンセントと同じ役割と思っていただければ OK です。 では V2H で具体的にどのようなことができるのかというと、大きくこちらの4つに分けることができます。でまず1つ目は EV を非常用蓄電池として活用することができます。 EV の蓄電容量は非常に大容量で、日産リーフE プラスなら62キロ、アリアなら65キロと90キロにもなります。日本の世界平均消費電力は1日あたり約10キロとされているので、60キロの EV なら3日4日分相当の電力を賄うことができます。2つ目は倍速充電で自宅充電することができます。200ボルトの普通充電に比べて最大2倍の速さで充電するため、充電時間が半分になります。実際にはご自宅の電力会社との契約容量があって、その他の電力製品の電力使用量と充電量でこの契約容量を超えない範囲で充電します。これも EV パワーステーションの特徴です。3つ目は電気代の節約に貢献します。夜間電力のある時間帯別電気料金プランにしているお家では、電気料金が安い夜間に EV に充電しておいて、電気料金が高い昼間にその電気をお家で使うことで、その差額分電気代を削減することができます。またお家で最も電気を使う時間帯に EV からの電力を使うことでピークカットすることができるので、電気の基本料金を削減することができます。そして4つ目は太陽光発電の余剰電力を有効活用することができます。太陽光発電を導入されているお家ではフィットが終了すると売電価格がぐっと高くしまい、売電してもあまり経済効果を得ることができません。で売電するよりも EV に充電することで太陽光発電した電力のほとんどをお家で自家消費することができるようになるため、さらに電気代を削減することができます。では実際に V2H がどのように増加するのか、太陽光発電を導入されているお家の場合で充電池と放電池、低電池に分けて説明いたします。まず充電池の動作は次のようになります。昼間太陽光発電している場合は、その太陽光発電した電力と電力会社から購入した電力を応じて自家消費します。 EV の充電は太陽光発電の余剰電力と電力会社から電力を購入して EV に充電します。太陽光発電のフィット期間が終了を迎えたお家では、運転モードをグリーンモードというモードに切り替えて運用することができます。グリーンモードでは太陽光発電の余剰電力を EV に充電します。さらに余った場合は電力会社へ売電することができます。次に放電池の動作は次のようになります。昼間お家の消費電力量が太陽光発電量よりも多い場合は、EV から放電して足りない電力を賄います。それでも足りなくなると電力